セントリアは賑わっているな。たまには普段行かないような店も覗いてみるか。この食べ物、なるほど、動物用の餌か。そういえば学院で見つけた猫、まだあそこに住み着いているなら腹を空かせているかもな。せっかくだし餌を買っていってやるか。前に見たのはこの辺りのはずだけど、いないな。もう学院の敷地からは出て行っちゃったのかもな。餌は無駄になっちゃったけど仕方ない、帰るか。ふざけるな。この声、まさかこの私に反論する気か。そういうわけでは。ではなぜ断る。ただ今は都合が悪いだけで。言い訳をするな。お前ごときが欠陥品のくせにこの私に逆らうとは生意気だ。おい、あんた、お前は以前メリナといた男か。邪魔をしないでもらえるか。今は大事な話をしている最中だ。悪いけど目の前で友人が叩かれるのを黙って見過ごすなんてことはできない。ちまあいいだろう。だがお前が私の邪魔をしたことは忘れない。次に会った時は覚えておけ。大丈夫かメディナ。余計なこと。あのまま見過ごすことはできないって。このままではまた頬を痛むか。治療が必要なら。触るな。ごめん。本当に大丈夫なのかメディナ。手が震えて。気にするな、平気だ。では私は行く。おいメディナ。普段は勝ち気なメディナがあんな風になるなんて、一体何に怯えているんだ。You know what, man? The tutorial for this game so long. I feel like this is still a tutorial. You know, with... Yeah? There's still some duel we need to do. There's still some exam. And we even haven't learned how to, like, make a sword. なるほど。Like craft a sword. それと、よし。え？ん？ありがとうございます。なあ。キリト、だいぶ上達したな。渇水の構えも様になってきた。いえ、先輩みたいにうまく受け流すまでにはなかなかなれません。使いこなせるに越したことはないが、問題はないさ。キリトの剣は私以上に攻めの剣だ。攻撃の力を伸ばしていくことがさらなる上達への近道だろう。剣を交えるたび、お前のアインクラッド流は進化していく。毎度お前には驚かされるよ。さらに進化しないといけませんね、リーナ先輩をもっと驚かせるために。少し休憩してからまた再開しようか。検定試験では持久力も要となるからな。わかりました。お前も飲むか。水なしでは干からびてしまうぞ。ありがとうございます。お前とはもう半年以上の付き合いになるな、キリト。ねえ、なんだかあっという間でした。それでもお前は変わったぞ。入学試験の時より顔立ちまで大人びたような気がする。あのリーナ先輩。
なんだ？なぜ先輩は俺をそば好きに選んでくれたのですか？それはお前の剣、アインクラッド流の剣風に我が流派セルルト流に似たものを感じたからだ。つまりアインクラッド流が実戦向きの剣術だからですか？ああ、だが我がセルルト流もキリトの剣に比べればまだ硬いことをお前と剣を交えて思い知ったよ。そしてお前は入学試験で試験官と誰よりいい勝負をしていた。実はお前をそば好きに指名するにあたってはちょっとした慣習破りをしているのだ。慣習破り？先輩が？ああ、貴族の子女がそば好き連勝を選ぶときは同じ貴族の、しかし等級が自分より低いものを指名するべし、そんな慣習があるのだよ。私がお前を指名したときは上級貴族代表どもが寮の部屋まで抗議に来たものさ。知りませんでした。それでも私はお前の剣のすべてを知りたいと願ったのだ。わかるな、リーナ先輩。話しすぎてしまったな。そろそろ再開しようか。今度の検定試験は3回目。お前だけでなく他の修験士たちも力をつけている。油断せず対策を行って勝ち進むことだ。このまま実力を磨けばお前とユージオは昇級試験で上級修験士になれると考えている。はい。数時間後。どうしたのキリト、ぼーっとして。え、ああ、少しメディナのことが気になってさ。メディナのこと？もしかして喧嘩でもしちゃったのかい？まあそんなところかな。気になっているなら早く謝って仲直りした方がいいよ。メディナはキリトと違って繊細そうだし。まあそうだな。で、俺がいかにも繊細じゃないみたいな言い方だな。だってキリトは結構大雑把でぐいぐい人に踏み込んでいくじゃないか。僕相手だったら特にそれで問題ないけど、慣れていない人は驚くことがあるのかもしれないよ。なあ、まあ否定はできないかも。でもメディナはあの時確かに怯えていた。あの顔も声もメディナらしくなくて心配で。分かった、早めに謝りに行く。というか話をしに行く。うん、それがいいと思うよ。どうして食べてくれないの？よう、メディナ。お前、あれ、なんかこいつ今日元気ないな。餌残してるし。近頃具合が悪いようだ。原因はわからないが。そうか、獣医なんて天職はこの世界にはないだろうしな。どうしてここに来た？関わるなと言ったはずだ。え、いや、メディナにちょっと頼みたいことがあって。何？その、そうだ、立ち会い、俺と立ち会いしてくれ。恐ろしいほど唐突だな。一体なぜ？試験がもうすぐだし練習したいと思ってさ。メディナの剣はすごいから対策にぴったりなんだ。構わない、付き合ってやる。だが手加減はなしだぞ。Oh, right. So, what makes this? What, What makes this, you know, like Sora Online Alice Season Decoresis so long? It's because its conversation is. Come on.
No. Surai. You know what? I'm using my super arms. Ah. Damn it. Kinda like too soon and too late. Come on. I dodge it. Got him. やっぱりメディナはすごいな。下段構えからの攻撃も完璧に回避できるなんて。また腕を上げたんじゃないか。この回避は父からの受け売りだ。正確にはオルティナノスケ代々に受け継がれたものだ。オルティナノスケってすごいんだな。ああ、オルティナノスケは古きより武術に優れ、ハイノルキア流の非奥義を極めてきた。技を最古より自分のものにしているがゆえに熟練度も高く、それを代々受け継いできたのだ。第三代目当主が非奥義天山烈波を発見して自分のものにした。メディナ、すごく早口になってないか。なんだ、気に入らないのか。いや、メディナが楽しそうだからよかったよ。楽しそう、私が。ご先祖様のこと喋ってる時すごく楽しそうだった。メディナは本当にご先祖様を誇りに思ってるんだな。ああ。あのさ、メディナ。なんだ？この前は悪かったよ。急に何を言うかと思ったら。少し無神経だったよ。メディナの問題なのに踏み込みすぎた。それでも友達が殴られたりするのを見て黙っておくなんてできなかったんだ。だからそれについて謝る気はない。結局どっちなんだ、謝っているのか謝ってないのか、さっぱりわからない。俺もわからない。もう俺もわからないよ。Yep. That's what I'm talking about. 別にお前は悪くない。あの時は何より自分に苛立っていた。ただそれだけだ。なあメディナ、聞いていいかな、あいつのこと。あの男は私の婚約者だ。婚約者？婚約者だって？婚約者なのに。なぜあんなことをするかって？あの男の家は過去、オルティナノスケの配下を務める一族だった。だが、オルティナノスケが欠陥品と呼ばれるようになって以来、奴らは何かとオルティナノスケにきつく当たり出してな。だからメディナを引っ叩いたりするっていうのか。そんな奴の言いなりになるなんて。夫となる者には従わなければならない。それに奴の一族は皇帝主催の議会にて発言権を持つ。報復されるのが私だけならばいい。だが私の振る舞いはオルティナノスケに関わる全てに波及してしまう。Okay. So、だから機嫌を損ねるわけにはいかないってことなのか。ああ、それに逆らってもっとひどい目に遭うのは耐えられない。あの時と同じ顔だ。一体何をそこまで恐れているんだメディナ。だから私は入学試験で手を抜いた。入学してからもそう。あいつに勝てば何をされるかわからないから。情けない話だがな、ご先祖様が見たら悲しまれるだろう。やっぱりそんなの変だ。全然メディナらしくないよ。私らしくない？戦っている時みたいに叫べばいい。ムカつくって言ってあんな奴ので払いのけろよ。間違っているのはあいつの方だ。オルティナノスケは強く正しくあるべきなんじゃないのか。キリト、お前は本当に馬鹿正直で裏がないんだな。
まるで。オルティネノスケの家訓は強く正しくあること。心の中が常にそうあれば恥じることは何もないんだ。おい、バカってなんだよ。バカ正直とは言ったがバカとは言っていない。人聞きが悪いぞ。心配しなくても、私は上級修験士を目指し、最後の試合ではあいつを打ち負かして聖号騎士になる。今はその日のためにおとなしくしているというだけだ。あんな奴を婿に迎えずに済むようにな。そしてオルティナノスケの名誉を取り戻すために。そうか、だったらいいけど。そのためにも私は自分を鍛え続ける。いかに横暴な態度を取られようと、戦いの腕を鍛えることは止められないからな。なるほどな。そうと決まれば早速だ。もう一度勝負しないか、メディナ。Yeah, let's go. さっきは手を抜いていたとでも言うのか。まさか、もっと本気になるってだけだよ。望むところだ。ではもう一度相手をしてやろう。キリト、次は実技の授業だよ。一緒に行こう。まあ、わかった。次は組になって上段二段構えからの回避の練習か。では、ユージオ君が先に守りをやってくれるかい？まあ、いいよ。あ、どうしたんだ？先生、オルティナドス殿が守りの構えを取る前に切り込んできて。なんだと？違います。開始の合図は行いました。いた。てめえが減って。やはりオルティナノスケの出身というだけあるな。懲罰の対象とみなす。来なさい。教師までもオルティナノスケを差別するのか。そんな。わかりました。はあ、これで汚れた欠陥品と稽古しなくて済むわ。汚いやり方だな。そうだね。雨の放課後、さて、リーナ先輩との稽古も終わったし、帰るとしようか。あれは、メディナ？おい、メディナ、どうしたんだよ。お前こそ。あれ、手に何持ってるんだ？別に。あ、水に濡れてボロボロになった本？いや、これは、メディナの教科書？文字は滲んでしまったが、読めないことはない。でもこんなの禁忌目録違反じゃないのか。人のものを汚すなんて。汚していない。私の元を離れて一日が経過したわけでもないし、人のものを野ざらしにするなという法はない。本が濡れて使い物にならなくなったのも、たまたま雨が降ったという偶然がもたらした産物に過ぎない。貴族たちの言い分はそうだってことか。欠陥品だろうと私も貴族だからな。その思考は理解できるよ。こんなのおかしい。先生にちゃんと言って。言ったところでどうなるんだ。あの教師の態度を見ただろう。ここにいる教師たちも皆貴族出身の者ばかりだ。欠陥品の一族の肩など何があろうと持ちたくないだろうよ。でも私にはもう関わらない方がいい。お前までとばっちりに会うぞ。ただでさえライオス殿やウンベール殿にお前は睨まれている。自分から墓穴を掘るのはよせ。エディナ。次の日。あれ、メディナ、そのパン一つしか取らなかったのか。後で猫にやるから、もう一つは取っておいている。準備いいな。おい、なんだ。お前、私の話を本当に聞いていたのか。
話って？なぜ私と一緒に食事をしている？お前たちまで無視をされるし、嫌がらせを受けるかもしれないぞ。ろくなことがないって言っても、俺たちもともと貴族のお坊ちゃん方からは避けられてるからな。うん、そうだね。もともと無視というか、嫌味は言われ慣れてるというか。そう、もともと好かれてないから、そいつらに嫌われても特にダメージ、あ、いや傷は受けないからさ。お前たち早く食べないと次の授業遅れるぞ。急がないとな。あ、メディナ？もうキリトがグイグイ行きすぎるからだよ。そうか、無理強いしたつもりはないんだけど。ちょっとメディナ追っかけてみる。キリト？グイグイ行き過ぎだって言ってからまだ5分も経ってないよ。メディナ、逃げることないだろう。一体何が狙いだ？狙いって？普通、欠陥品に人前で声をかけるやつなんていない。いたとしても、必ず裏があると決まっている。裏なんてないよ。俺に裏がないって言ったのはメディナだろ。ならば同情か。同情なんていらない、惨めになるだけだ。同情なんかで友達やるほど俺は優しくないよ。私と友達になって得られるものは何もない。私は欠陥品だ。欠陥品は一人きりでいるのがふさわしい。それが私の存在価値だ。汚名を返上するまでそれは変わることがない。人に虐げられ泥を舐めさせられるのがオルティナノスケだ。本当にそうなのかな。何？いや、俺はそう思わないってだけだよ。たとえメディナが自分をそう思っていたとしてもな。ムカつく。なんでだよ。お前みたいなおせっかい、一番腹が立つんだ。おせっかいか、そんな気ないんだけどな。というか、なんでついてくる？いや、次の教室も一緒だから。今、クソ、反論できない。一体どうやってこいつを巻くべきかって考えただろう。私の考えを読むな。へえ、当たってたんだな。ほんと、ムカつく。ありがとうございました、ソルティリーナ先輩。うむ、キリト、また課外授業の要請が来ているのだが、同行を頼めるだろうか？はい、もちろんです。ユージオにも声をかけますね。ごめん、キリト。そうか、なら仕方がないな。課外授業は3人じゃないとダメだし、とはいえできたら参加したいんだよな。そうだ、3人ってことなら。あ、いたいた、メディナ。あれ、でも何してるんだろう。紙みたいなものを剥がして回っている。メディナ、どうしたんだ？今はお前に構っている暇はない。あれ、この張り紙見るな。ああら、オルティナの初等練士、髪を落としたようよ。やめ。何何？欠陥品の一族オルティナノスケの王と追放令。そんなはずはないでしょう。王と追い出される貴族なんて聞いたことがないわ。そうだ、王都に住めない貴族なんて聞いたことがない。しかも二等爵士でその扱いなどありえるはずがない。そうよね、王都に住めない時点で本物の貴族かどうかも怪しいし。返せ。おい、こんな場所に張り紙するなんておかしいんじゃないか。
何がおかしいのかしら。この掲示板は伝達事項を伝えるための場所よ。だがこれは誹謗中傷じゃないか。誹謗中傷？事実を伝達することのどこが誹謗中傷なんだ？いやだからって、ここに書いてあるじゃない。オルティナノスケは氷教会の最高司祭様より欠陥品と呼ばれた。確かに我らオルティナノスケは欠陥品と呼ばれてきた。しかし古くは氷教会を武に優れた一族として支えてきた第一代目当主はハイノルキア流の始祖と呼ばれ。ならばなぜ欠陥品呼ばわりされるのかしら。なぜ皇帝陛下はあなた方を王都の外に追いやったのかしら。それはオルティナノスケがそんな優れた一族だったなんて聞いたことないな。やはりただの欠陥品だろう。王都に住まわせてもらえない時点で皇帝陛下から信頼されていないことの証だからね。違う。何が違うんだい。説明してみてくれよ。欠陥品のオルティナノス初等連士。メディナ、まさか逃げるとは。ただの質問にも答えられないとは、いかにも欠陥品らしい行動だな。確かにそう言えているわね。私はオルディナノスケの血を継ぐものだ。誇り高く、気高く、強く、正しく。メディナ、ここにいたんだな。どうして来たんだ。メディナに用事があったんだ。さっき言いそびれたから。用事？お前その髪は。え、ああ全部ひっぺがしてきたぞ。掲示板の紙を剥がすななんて決まりはないからな。ただ処分する場所が意外となくてここまで持ってきてしまったというか。そうだ、ネストで燃やすか。ちょうど練習になっていいし。よし、システムコール。バカじゃないのか。え？こんなことしたって何もお前の得にならない。まあ俺の得にはならないな。でもメディナは嫌がってた。そんな紙を放置したくないって思ったんだ。そう思ったってだけじゃダメなのか。なあ教えてくれないか。オルティナノスケが一体なぜそんな目に遭わなくちゃならないのか。本当は欠陥品なんかじゃない。何か理由がある。そうだろ。なぜ？え？これまで生きてきて誰もそんなことを私に聞こうとはしなかった。一族が欠陥品と呼ばれる理由など問わずただ罵るだけだったのに、なぜお前はそれを問う？メディナが誇りに思っている人たちが
欠陥品だなんて俺には思えないんだ。理由がないことは純粋におかしいと思うだけだよ。それに何よりメディナのご先祖様たちはみんな立派な人なんだろ。遠い昔、オルティナノスケは最高司祭様よりセントラルカセドラルに招かれた。そこである機密任務を賜ったことがあるという。機密任務？ああ、だがその内容は私たち子孫ですら知らない。その任務を我らオルディナノスケの先祖は何代にもわたって賜り続けた。だが一度たりとも成功したことはない。そして最高司祭様は最初の任務の失敗時にオルディナノスケは欠陥品だと発言した。それを知った皇帝や貴族たちはみるみるうちにオルティナノスケとの交流を絶ったというわけだ。そうしていつしか最高司祭様も我らの実力を見限っていったのだろう。セントラルカセドラルにオルティナノスケが招かれることもなくなっていったのだからな。そんなことがあったのか。それにしても何か違和感を覚える話だ。まずはその任務がどんなものだったかが謎で包まれていること、そして欠陥品と呼んだ一族を失敗の後も何度も氷協会に招いて任務を行わせようとしたこと。最高司祭様は任務の失敗を理由に欠陥品と我らを呼んだ。だがあまりにもむごい仕打ちを。メディナ、大丈夫だ。なぜかいつもこのことを考え始めると右目が痛み始めて。妙だ、急な右目の痛み。ただの体調不良なのか。それにしてはあまりに唐突な気がする。いや、正確に言うと何。もう平気だ。そうか、ならいいけど、さっきの話を聞く限りメディナのご先祖様たちはやっぱり欠陥品なんかじゃないな。なぜそう思う。たとえ大切な任務を失敗したとしてもやり直そうとみんなが努力をしてきた。そうだろ。ああ、だからこそ私はその意志を継ぎ聖号騎士になり最高司祭様のもとにひざまずいて今度こそ武功を立てる。そんな扱いを受けてもなおメディナは最高司祭に仕えたいと考えているのか。そこまでの権威を持つ最高司祭とは一体。長く話しすぎたようだな。それで私にあった用事とは何だ。ああそうだ、実はメディナを課外授業に誘おうと思ってさ。遊女が行けなくなったから。断る。なんでだよ。いろいろと忙しい。それに前にも言ったが、お前と必要以上に関わる気はない。何より私と共にあるところをこれ以上見られるべきではないぞ。いや、この課外授業に行けなくなったらリーナ先輩が困ると思うんだよな。それってリーナ先輩が。な、いいだろうメディナ。私以外に誘う者はいないのか。いないいない。私が行かなければソルティリーナ先輩は困るのか。ああ困る、すっごく困ると思うぞ。わかった、そういうことならば行くとしよう。やった、それじゃあよろしくな。今回だけだぞ。 So hey guys, I think this is what, like a two videos?Oh man, the conversation is so long. So there's a backstory of Medina and a lot of things. So I think I'm going to end this here. I think I need to cut this video into two videos because it's literally 1 hour long. So yeah, I hope you guys enjoy it.
and see you guys in the next videos.